伝って60になったら分かりません。お前らさ、昔団地にいた元脇って覚えてるか。藤尾、お前は俺から逃げたりしねえよな。ロールケーキ、こっからここまで全部です。好きなんだ。大好きです。前川新太君でしょ。交通事故、それで聖書生きてんすか。確か豊原の北原病院だって。聖司、聖司、何時だと思ってるんですか。面会なら明日にしてください。頼むよ。俺の友達がいるはずなので。ダメなものはダメです。帰ってください。いや、こら、ちょっと待ちなさい。頼むよ。もしかして藤尾くん。え、私、聖司のいとこのナミ。ああ久しぶり。ほら、おばさん車の運転できないからさ、私が送り迎えしたり、いろいろ手伝ってて。そうだったんだ。で、聖司は？まあ、頭を強く打って意識もまだはっきりしてないし、手も足もひどい打撲で、ただ命に別状はないみたい。よかった。俺その日一緒にいたんだ。何も知らなくて。藤尾くん、今はそっとしといてあげて。え？おばさんもかなり疲れちゃっててさ、みんなに余計な心配かけたくないし、意識が戻るまではね。大丈夫、聖司の様子は毎日ちゃんと報告するから。分かった。うん。今日も目を覚まさずか。いや、おい、なあお前、ここんとこなんか変だぞ。なんかあったか。いや別に。